皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日はちょっと早いんですけども、5月26日に起こる皆既月食の情報について皆さんにご紹介したいと思います。まだ1ヶ月先の話なんですけども、なんでこの時期にわざわざその話をするかというと、こういう情報が出るのって1週間前とかなんですよね。で、私たち YouTuber がそういう情報をお届けするのも大体そのぐらいなんですよ。やっぱりこう、ニーズが高まってきた頃に動画を投稿すれば、それだけね、再生数が稼げる可能性があるからっていうことなんですけども、1週間前にそういった情報を仕入れてもですね、もう間に合わないっていう場合結構ありません？で、しかも人によってその見るタイミングって違いますから、前の日になって見ても何も準備できないよっていうかね、そういうことが起こると思ったんで、早々と出しちゃおうかなと。というのもですね、今回の皆既月食3年ぶりになるんですが、ちょっと注意が必要なんですよ。油断してると本当に撮れないので、前もってその情報をお届けして皆さんに準備をしていただければなと思います。それでは今日も行ってみましょう。まずですね、このビクセンの天体カレンダーによると、月食が起こる日には、5月の26日ですね。で、この日ですね、スーパームーンなんですよ。地球と月の距離が、最も近づく時なんですよね。だから月がいつもよりも大きく見えるっていう感じなんですけど、そのタイミングで皆既月食、月と地球と太陽が一直線並ぶので、地球の影に月が包まれると、だからスーパー皆既月食的な感じで言っていいのかどうか分かんないですけど、それが5月26日に起こります。この日の月の出が18時39分、月が欠け始めるのが皆既月食の始まりですね。スタートの時間が18時44分なんですよ。つまり日が月が昇ったら、その5分後にはもう欠け始めるっていうことですね。つまりめちゃめちゃ低いんです。すんごい低いで、そこからどんどん月が欠けていって、皆既月食になるのが8時9分、だいたい1時間半ぐらいかけてその皆既月食になっていくと。で、そこから、皆既月食が終わるまでが、20時28分なので、だいたい20分ぐらい、約20分ですね、その皆既月食が楽しめるという、結構長いですよね。で、そこからまた普通の月にこう戻っていくんですけども、その部分食の終わりが21時52分ということですね。これ全国で楽しめます。日本全国で楽しめる皆既月食になっています。で、次にプラネタリウムソフトで、ステラリウムというプラネタリウムソフトを使って、その日のシミュレーションをしたいと思います。これ無料のソフトなんでね、皆さんもぜひ使っていただけたらと思うんですけど、ジャスト7時ぐらいの時間帯で見てみましょうか。そうすると、こう月がもう昇ってきてますね。この一マスが5度なんですね。手を伸ばしてグーを作ると、このグーが10度です。で、親指を立てると15度っていうふうに言われます。で、月が昇ってきて、ちょっと月をセンターに置きますね。これ私の自宅の埼玉県ですね。で、シミュレーションしています。で、月が昇るともうこんな感じですよ。かなり低いところからスタートするんですね。で、このままかけていって、はい、どんどんかけていきますね。半分ぐらいかけたところでまだ5度です。めちゃめちゃ低いですよ、5度って。で、あ、だんだん暗くなってきましたね。はい、日が落ちたようです。で、ちょっとここで一旦止めますね。はい、で、今10度にも満たない状態ですけど、もう半分以上欠けちゃってるんですね。で、さらに進みます。ここでやっと握り拳1個分10度になりました。ビクセンの天体カレンダーに書いてあった、皆既月食の始めが20時9分ですね。はい、20時9分、ここで皆既月食になります。で、この時の高度が15度未満なんですね。
ということはグーにして親指立ててこの高さしかないってことです。めちゃめちゃ低いところで起こるんですよ。これ知ってると知らないとですごく大きな差がありまして、で、そうです、方角言ってなかった。方角南東ですね。南東の方角になります。で、皆さんは5月26日に向けて今からやるべきことっていうのは、地平線から見てこの高さのところが開けてる南東の場所を今からロケハンして探した方がいいってことですね。手っ取り早いのはね、海行ったらいいですね。もう東側の海で、それができない場合は標高の高いところから、まあ、夜景が見えるところを探すといいと思います。で、このままちょっともう一回もうちょっと進めてみますね。で、ロケハの時に便利なのが、まあ、アプリですよね。まあ、皆既月食を調べる時に一番便利なのがビクセンのムーンブックっていうアプリですね。このアプリですね、通常はその月の位置とか、あと左上のこの大きい月のマークを押すとこう月齢が調べられるアプリなんですけども、この左下になんか月が欠けたようなマークがありますよね。これを押すと皆既月食の情報、月食の情報が出てきます。で、2021年5月26日、はい、これを調べると、はい、出てきました。で、これで、どこまで書けるのかっていうのをまあ調べられるわけですね。このアプリ使えば、月食の始まりの時刻とか最大食の時刻とかね、まあ、そういうのも全部入ってるんで、まあ、パソコンのソフト使わなくてもこのアプリ使えば十分なんですけどねで、ちなみにですね、この次の月食がですね、2021年11月19日に部分月食っていうのがあるんですよ。これ部分月食っていうのは皆既月食にならないその月が欠けるっていう、ね、イベントなんですけど、さ、これね、普通の部分月食と違うんですよ。これシミュレーションしてみると確かに部分月食なんですけど、水平線から上がってきた時にもうすでに欠けながら登ってくるんですね。でですね、これほぼほぼ皆既月食っていいぐらいなんですよ。こうやって見ると右下がね、完全に隠れないみたい。この右下のところが完全に隠れないみたいです。なので部分月食っていう風に呼んでるんですけど、ほぼほぼこれ皆既月食みたいなもんです。だから今回の5月26日がもしミスっても、11月19日に、まあ、リベンジができるっていうことですよね。じゃあ何ミリで撮れますかっていうところからいきましょうか。またこのセラリウム、パソコンを使います。でですね、これ焦点距離今シミュレーションしてどのぐらいで映るかっていうのをですね、比較することができます。まずはフルサイズからいきますね。この赤い枠が映る範囲だと思ってください。はい。で、これが200ミリの時の月、まあちっちゃいですね。で、300ミリ、500ミリ、600ミリ、まあテレコンとか使ってもね、このぐらいが結構限界な場合が多いですよね、フルサイズはね。で、ここから先はまあ望遠鏡とかが必要になってくるんですよね。800ミリという感じです。次は APS-C のセンサーでいってみます。 APS-C センサーを持っている方は200ミリで月がこのぐらいの大きさですよと。だから35ミリ換算で300ミリってことなのかな、 APS-C は。はい。300ミリ、500ミリ、だいぶ APS-C は大きくなりますね。はい。600ミリ、800ミリという感じでございます。で、最後にマイクロフォーサーズいきましょうか。マイクロフォーサーズ200ミリです。だから35ミリ換算、まあ、400ミリになります。で、300ミリ、500ミリ、まあだから、もう35ミリ換算で1000ミリってことですね。はい。600ミリ、800ミリという感じになっています。やっぱりこういう望遠撮影になるとセンサーサイズが小さい方はやっぱ有利ですよね。まあ最低でも35ミリ換算で、まあ、600ミリはあった方がいいのかなっていう感じはしますけど、まあカメラのレンズだけだと厳しいっていう方はテレコンバーションレンズを使うとか、で、600ミリとか800ミリとか
まあ、そういう焦点距離が普通のカメラのレンズだとすごい高くなるじゃないですか。だからそういう場合は天体望遠鏡っていう、選択肢があります。まあ、天体望遠鏡の方がレンズ枚数が少ないので、特に今回みたいに低い位置の月を撮るとかっていう場合は、圧倒的にカメラのレンズよりも天体望遠鏡の方が解像度が高いので、まあ、メリットはあります。はい。まあ、ついでに、ね、そのまま天体写真の撮影とかもね、始めてみるっていうのもいいんじゃないですかね。はい、というわけで焦点距離別で、いろいろとご紹介させていただきました。次に紹介したのが設定ですね。月がどんどん欠けていきますから、皆既月食になるに従って、露出がかかってくるようになります。最初に撮影した、設定からどんどん暗くなっていくっていうことになるので、ちょいちょいその露出を確認するっていうのが必要になってきますね。で、まあ、皆既月食の写真からお見せしましょうか。はい、この写真ですけども、これ富士フィルムの XT2 を使って撮影したものです。焦点距離がこの時は 800mm の望遠鏡を使ってたので 1200mm ってことですね。 1200mm になります。で、撮影データが天体望遠鏡がですね、これ F7.7 の望遠鏡です。まあ、だいたい F8 ぐらいっていうふうに考えていただいていいですね。で、シャッタースピードが2分の1で感度3200です。結構上がりますよね。で、シャッタースピードなんですけども、なるべく早いシャッタースピードで切った方がいいっていう感じですかね。どのぐらいのシャッタースピードで切ればブレないんですかっていう話なんですけども、まあ、気にならないレベルになるのはだいたいこのぐらいが限界だと思います。シャッタースピード2分の1だから、シャッタースピード2分の1以上のシャッター2分の1よりも早いシャッタースピードで切れるように心がけて設定をした方がいいと思います。まあ、これは F8-3200 で2分の1なので、もっと明るいレンズであれば、例えば F4 のレンズを使ってれば感度1600まで落とせますし、もしくはシャッタースピードをもう一段速くするっていうのもできますよね。はい、これが皆既月食の時の設定になります。で、これですね、これかけていく途中直前ですね、これ画像処理で強調はしてるんですけども、この光っている部分とこの皆既月食の部分の間にですね、ターコイズフリンジっていうこういう青いですねラインが出るんですよ。で、これ設定はですね、この時はですね、シャッタースピード4分の1でシャッター来てますね。さっきと同じ機材、800mm ぐらいの天体望遠鏡で F7.7 で、ISO3200 っていう設定になってます。これなんですかね、かけていく時はこんな感じです。普通にその欠けてるんじゃなくて、やっぱりなんかこう縁ですね、その影と光、月の光の当たってるところと当たってないところのこう間が本当に影なわけですよ。これが地球の影なんですね。地球の影がこうちょっとお邪魔しますよみたいな感じで、月の上をこう通っていくというか、そういう感じなんですよね。 600mm の望遠鏡に APS-C のセンサーつけてますから 900mm ぐらいですね。だいぶさっきのとは撮影データが違いますよね。ここから ISO3200 のシャッタースピード2分の1まで、まあ、行っちゃうってことですよね。もうちょっと露出をかけたものがこういう風になります。今度は光が当たっているところが白く飛んじゃってますけど、代わりに影になっている部分が赤く映りましたね。オーバーめに露出を取ることでこういう風に映ります。これはさっきと同じ 600mm の天体望遠鏡 F6 ですね。で、感度400で 1.6 秒、まあ、赤道儀でこれは追尾をしているんですけど、 1.6 秒かけて露出をしています。で、ここからは割とその赤い部分、隠されている地球の影の部分に露出を合わせて撮っていって大丈夫です。まあ、こういう感じで、これ画像処理してハイライトを落としてたと思いますけども、まあ、こういう感じですね。どん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 そのドス黒い赤色に染まっていきます。おすすめしたいのは赤道儀で追尾して撮影することなんですね。この皆既月食のこの赤い色っていうんですか、やっぱりね、皆既月食中の月って暗いんですよ、すごい。だからノイズがね乗りやすいんですよね。やっぱりノイズレスに撮るには赤道儀で追尾をして、感度を低く設定して撮るというような設定が効果的です。そうすると、まあ、こういう風にですね、すごいツルツルな感じで撮ります。これ撮影したカメラはソニーの NEX5 ですから、結構昔の APS のカメラですね。
まあ、これで感度400、シャタースピード5秒っていうデータで撮ってます。まあ、そうするとだいぶねノイズの出方が変わるんでね、まあ、赤道儀持ってる人はこういった撮影にチャレンジするっていうのがおすすめです。今お見せしたのは月のドアップの写真ばかりですけども、今回低いじゃないですか。始まるのが地平線水平線の上から始まるので、低い時にその月食が始まってる状態の月を撮影するチャンスがあるわけですよ。だそうなった場合にやっぱり何かの被写体と絡めるっていうのがね、今回は狙いやすいと思います。まあ以前の月食で実際ありましたけど、まあスカイツリーと一緒に絡めるとかね、まあ、そういうのとかも今回もできるでしょうし、だからちゃんと調べないと分かんないですけど、あのフリーさんの上に皆既月食の月があるとかさ、そういうのも撮れるのかなと。で月って広角レンズだと本当に何映ってるか分かんないです。月食中の月だったとしても なんか赤いなっていうぐらいにしか見えないです。だからおすすめとしては焦点距離で言うと35ミリ換算で50ミリぐらいからその月の模様って結構見え始めるんですよ。風景と月で月の模様が結構見え始める感じなんで、そのぐらいの50ミリ以上の焦点距離で撮ったりするといいんじゃないのかなっていうのが、まあ、今自分が持ってるイメージですね。月がこう減っていく過程をインターバル合成して比較明合成して1枚の写真にするっていうのも手だと。でまあ、最後に、タイムラプスにしたやつをお見せします。こんな感じですけども、これはあの赤道儀で追尾をしながら、撮影をしています。まあ、たくさん撮りましたねこれね。900枚ぐらい撮ったのかな。はい、まあ、ざっくりとした感じですけどこんな感じですかね。でとりあえず、5月26日にそういうイベントがあるよというのは皆さんもぜひお見知りおきをという感じで、何かご質問があれば、私のコメント欄なり、あとはライブ配信の時に、リアルタイムで、ね、聞いていただいてもいいです。で、まあ、あのまた皆既月食前になったらこう動画アップすると思うんですけども、その時はまあ皆さんからいただいたコメントとかね、ご質問とかを反映してもうちょっと分かりやすい内容に初心者向けにしようかなとは思っています。はい、それでは、今日はこんな感じで失礼したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ、したっけねー。